どうも、レディオサイエンスのボーカル&ギター、宮田良一と、キボナドコーラスの岩井坂健太郎です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、6月30日、はい、ちょっと遅くなってしまいましただいぶ遅くなりましたね。遅くなってしまいましたが、はいはい、お誕生日、佐古さん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、はい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 、まあね、じゃあまあ今年の抱負というか、うん、ね、この今年、1年、この年、はいはいはい、この年齢のこの1年、うんうん、どういう1年にしたいかと、うん、はい、落ち着いた色気を出せる男になりたいかな。なるほど、もう毎年一緒ですね、お願いを。いや、いいんですよ。だからその1年を、はい、こう少しでもこう支えるプレゼントになればいいなというね、いうところで、じゃあ今回も、あ、じゃあささやかな感じの、はい、そうですね、ささやかな、でもささやかにしときましょう。ささやかな、ね、怖くてしょうがない。本当にもう小さなね、うん、ちょっとしたものです。いや、もういいですよ、はい、ちょっとしたものが嬉しいんですよ、ね、うん、今年もプレゼントをしていこうかなと思います、はい、今回は、ガチプレ3本勝負よー。ちょっと待って3個だから。いや、3個、そうそうそう、いや違う、3個が耳に入ってこない。もう大丈夫、ガチっていう言葉しか入ってこない。大丈夫です。まあ、怖え。大丈夫です。いや、もうほんとささやかなやつ。これ3回ですから、リアクション3発バンバンバンもらって、ね、嬉しいねって言って帰ればそれで大丈夫。いや、もう嬉しければ嬉しいほど困るんです。大丈夫です、本当に。それでは、はい、まず1つ目のプレゼントがこちらです。ダン、はい、ということで、はいはい、まずこちら、はい、いや、まあ別に、まあ普段とそんなにこう変わらないというか、うん、そうですね、全然大丈夫です。全然大丈夫。いや、もうガチとか言われると本当に困りますね。それでは、開けていきたいと思います。いや、いや、ささやかでいいよ、本当にささやかで、はい、布ね、何ダン、なんだ？ちょっと待って。あのね。作っちゃった。これほんまに作ってるやん。あのね、修正機とかじゃないんですよ。あの、ちゃんとしてるでしょ。俺修正機かと思った。すげえちゃんとしてる。これ洗っても全然大丈夫。いや、これよくできてるわ。そんなちょっとしゃくれすぎじゃない？いや、うわ。作られちゃった。完全オリジナルです。いや、これ、いや、まあ、すごいよ。あの、前回さ、作ったって言ったじゃないですか、うん、はい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 、前回はあの名前を入れたみたいな形なんですよ。そうですね、名前オーダーみたいな感じですよ、ね、はい、名前オーダーみたいな。これはイラストオリジナルデザインです。なるほど、はい、いや、もうこれは唯一無二の T シャツですね。そうですね、はい、じゃあ来ちゃう。うわー、もう出たわ、やってるわ、オリジナルデザイン、やってるわ。もういいよ、そういうの。どうですか。いいじゃないいいじゃないですか。いや、困るわ、マジで困るわ。雰囲気、あ、いい、なんか、ありがとうございます。幸先悪いな、いや、いいけど悪いわ。それでは、うわ、それでは、うわ、2本目こちらです。はい、はい、はい、こちらです。はい、はい、はい、こちら。いや、もうこれはもうお花がついている、はい、ちょっと今までのプレゼントの袋とはちょっと一線を隠すような感じでございますが、これなんでしょうね。ん、はい、うん、はい、これなんだ、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 ちょっと、あなた本当に、サコ、サコートバカ、いいよ、もう、いいよ、オリジナルデザイン、オリジナルデザイン、もういいよ、白地に黒、
白地に黒、こっちネイビーにホワイト。なるほど、なんて使いやすい。これはもう10キロの米も楽々入る大きさの、はい、サコトートでございます。サコトートバッグ、これみんなが欲しいんじゃないの。いやまあ俺もまあ嬉しいけど、嬉しいけど、はい、まあこういうのね、使いやすいですから。いいでしょ、ね、だってもう買い物行ったらさ、そうですね、あサコだって、これ着て、これ着て、これしょって、これしょって米買って、そんなね、なるほど、はい、なるほど。俺まさかこの似顔絵2つ渡されるとは思わんかったな。びっくりでしょ。びっくりやし、びっくりやし、もうね、またちょっと特徴を捉えてるのがね、僕またちょっとこう髪型変わったじゃないですか。そうなんです。あのね、髪型ちゃんとセンターにしてくれてるんですよ、2021番。なるほど、はい、芸が細かいな。あ、でもよかった、なんかいやもうよかったよかった、今のところなんかよかったよかった、ガチやけどちゃんとこうネタでよかったっていう。そう、もう本当にガチで来られたらもうどうしようかな、はい、じゃあまあ、3本勝負の、そうですね、ラストですよ。はいはいはい、ね、サコサコと来て、サコサコと来たらもうね、ね、あーよ、あーよかったよかった、最後でございます。あ、はいはい、こちらです。はい、あでかいのよね。いやでも、まあはい、大きさはね、比例しないっていうところありますから。そうなんです、ね、いやこれはでもなんかほんまにでっかいな、僕の顔の4倍ぐらいあるんじゃないですか。開けさせていただきます。これはなんだ、これはなんだ、ドン、コーヒーメーカーだ。え、何何、最近、うん、缶コーヒーとかペットボトルのコーヒーとか飲むようになったじゃん。すごい飲むようになりました。そうなんです、お家で、うん、美味しいコーヒーをですね、ぜひ飲んでいただこうかと。マジっすか、思いまして。これね、すごいすごい、これね、開けていい、開けていい、あ、もうじゃあちょっと、はい、ここにジャンと登場させましょうじゃん、はい、あ、そうですね、じゃあ、中身がこちらです。はいはい。ということで、めっちゃちゃんとしてる、めっちゃちゃんとしてる、めっちゃちゃんとしてるよ、はい、というか俺が使ってるやつと一緒です。一緒やん。一緒やん。恐ろっちですよ。恐ろっちです。いいんですか。いやー嬉しいな。普通に嬉しいんですけど、いやだから落ち着いたね。いやこれは落ち着けちゃうな。落ち着いたちょっとこうセクシーにコーヒーを飲んで。いやこれ飲みますよ本当に。これおすすめなんで。そんな感じで。いやーマジかマジか。どうですか、三本勝負。これはね嬉しい。嬉しい。嬉しい。いやーありがとうございます。ね、ありがとうございます。で三本勝負じゃない。はいはいはい。で三本勝負のね、予定だったんですよ。予定だったんですよ、本当に、つい先日まで、なんですけど、撮影数日遅らせてって言ったでしょ。言った、そう、あのね2日遅れたんですよ、もう一個見つけちゃったんだよね。いやもうやめてよ。もういいよ。ちょっと待ってもう一個あんの。もう一回、いいよもう十分だもの。またなんかちゃんとした袋に入ってるけど、これはね、うん、これ見つけた時にねあげたいと思ったんだよね。ありがとうございます。あげさせていただきます。いや全然3本じゃないじゃないの、4本じゃないの。すみませんちょっと開け方が悪いです。なんだカンカンだな。なんだ、せーの、ポン。なんじゃ、なんじゃこれは。薄いやん。どこで見つけてきたの、これ。え、なにこれ。いいでしょ。だいね、これ、皆さんもちょっと調べてみてほしい。ドラゴンクエスト第7大冒険っていう僕の好きなアニメがあるんですけど、
それのね、あの主人公ダイっていうのがね、はい、あのドラゴンの騎士というね、あの特殊な、人間というか存在なんですよ、はい、でね、その額に紋章がこうパーってこう光るとすごい強くなるんですね。時計をいただきましたありがとうございます。え、どうやって見つけたの？え、どこで見つけてきたの？え、なにこれ、なにこれ、嬉しいでしょ。これ、めっちゃ嬉しいえ、貯めていい？貯めていい？でも大きいから自分で発達して、ね、そうですね。いや、かっこいいな。かっこいいし、なんかワンチャンドラゴンの騎士ってバレないんじゃない？これいいよね。バレないんじゃない？これどうやってあれしたらいいんやろう。どうやってピンボケしないようにお届けしたらいいんでしょう。どうだろうね、わかんないけど。もう、ね、映ってんじゃないかな。映ってるかな、映ってるかな。いや、嬉しいけどすごいね。どうやって探したのこれ。いやもう困るなこれは。これ2日遅らせるでしょ。これは2日遅らせていいと思うっていうか、これやったなこれはやったないや大満足のプレゼントでございます。ありがとうございます。こんな時計あるの？いいでしょ。これいいです。これ普通にかっこいいもん。ちょっとつけますね。ありがとうございます、はい、ということで、はい、もう3本勝負プラス1みたいなね。プラス1がすごいサプライズです。いや、これは困るな、また今年も困るなと、ね、いうことで、ございます。はい、久しぶりのございます。久しぶりでしたけど、よかったね。いや、よかったんですけどね。いやじゃあ、まあ、近日またじゃあ、近日はちょっと逆バージョン、まあ、いや、まあ、ね、あのちょっと飽きますけど逆バージョン飽きますけど、まあ、ちょっと僕も頑張って考えたいと思います、はい、ちなみになんか、あのリュウさんからの俺のまあ、どういう1年にしたいかとか、そういうこうね、どういう男になりたいかとか、そういうことはありますか。一応聞いておきます。プレステ5。うん、じゃあまた次回じゃあレディオサイエンスでした